先輩に乾杯。乾杯。はい、ということで本日のお客様はビシャモングループのオーナー高山隆明さんです。よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。早速ですけれども1988年に渡米されて、はい、そして1993年に1号店をオープン、はい、それ以降は本格的にあのビシャモングループは日系社会にとって本当になくてはならない存在、本当皆さんが愛するレストランとしてね、あのレストランチェーンとなっていますけれども、そこに至るまでの経緯をまずご説明いただけますか。そうですね、あの、まあ、今あの紹介していただいたように、まあ、1988年といったら23年前なんですけども、はいはい、まあ、あのロサンゼルスから、まあ、3、40分ぐらいの郊外のコビナというところで、まあ、寿司バーですね、寿司屋と、うん、で2階がカラオケバーになってる店なんですけど、そこで、まあ、出店させていただきまして、まあ、その後はですね、まあ、ラーメン屋とか居酒屋か弁当屋などそういう違う業態でですね、出店させていただいて、まあ、現在は11店舗あって、あの、まあ、今その離島東京内にまた12店舗を目の準備をさせていただいてるんですけども、ただあの、まあ、自分の中ではその多店舗を、要するに店舗数を増やすということに関してはですね、全然今も昔もそういう考えは全くなくて、まあ少なからずその需要があってそれに応えていく形で、あのさせていただいてきたなということと、いろんな、まあ、方々のそのヘルプがあってあのやってこれたなと思ってます。でも本当に12店舗って ものすごい数になりましたね。そうですね、はい、どうですか、あの最初はね本当に大変だったと思うんですけど、ここまでやってこられて、はい、いやもうそれはもう全然順調とは言えなくて、いろいろこの浮き沈みがありまして、なんとかやってこれたなという。そうですね、はい、はい、ということで、今日はですねこのレストランのことももっといろいろとお話を伺いたいんですけども、はい、あの勝新二の高山さんに、若かりし頃の勝新太郎さんにの高山さんの人となりをですねちょっと皆様にご紹介していきたいなと思うんですけども、はい、まずここのですね前にありますグラス5つありますけれども、それぞれにキーワードが書いてありますので、はい、まずお好きな色を取っていただいて、 そのテーマに沿って話を伺っていきたいと思います。はい、どの色からいきましょう。そうですね、まあ金運が良さそうなので黄色で。金運もうすでにあるじゃないですか。いやいや、そんなことはないですけど。そうですか、はい、私がじゃあ金運をあやかりたいので黄色を開けさせてもらいます。はい、はい、何と書いてあるかと言いますと、はあ、これは高山さんにぴったりのテーマですね。リトル東京に対する思いということなんですか。リトル東京に対する思い、はい、そうですね、今現在4店舗、まあ、5店舗目のですね、はい、店はリトル東京でやってるんですけども、もともとリトル東京に対するそのこだわりというか、うん、そういうのはほとんどなかったたんですね。そうなんですか、はい、それは意外です、ね、ただちょうど10年ぐらい前にですね、はい、2店舗目の店を、これラーメン屋なんですけども、はい、リトル東京に、ね、はい、出させていただいて、その間、まあ、この10年間の間ですね、まあ、リトル東京を見させていただいて、うん、そこで感じたのはですね、うん、これまあ、いろいろ景気の関係もあるんでしょうけど、そのリトル東京自体がちょっと元気がないなっていう時期もあったんですね、はい、でそういう中で我々の先輩たちが、まあ、引退されたりとか、町をリトル東京から外に出られたとかして、はい、でそういう時にまあ、アメリカのカンパニーやそのアジア系の資本ですね、特に韓国系の、資本が入ってきまして、うん、そのレストランや商店、だけじゃなくてですね、まあ、そのビルディングだとか土地だとか、そういうところにまあ資本が入ってきて、うん、そのだんだんとそのなんていうんですかね、日本人町が日本人の手から離れていってしまうように僕には受け取れたんですね。ね、うん、で
そうですね、やはり日本人町っていうのは、僕も初めてアメリカに来た時に、はい、そのまあ、右も左も分からなくて、まあ、英語も喋れない、それで、お金もほとんど持ってないっていう中で、まあ、なんとか最初にたどり着いたのが日本人町だったんですね。で、まあ、そこでは日本食ももちろん食べられますし、日本人の方々が、まあ、この商売をされていて、はい、看板にはやっぱり日本語が並んでて、やっぱりそういう町に来てちょっとほっとした思いがあるんですね。いや、心の拠り所ですよ ね、 そうですね、やっぱり日本人にとっては、それで、まあ、日本人がその日本人町に訪れる訪れないに関わらずですね、やっぱり日本人や日系人にとって日本人町っていうのはいつまでもその心のふるさとであってほしいなという思いがまずあって、でそうこうしているうちに、まあ、日本人町で、まあ、店を増えることになってしまって、まあ、本当はもっと外に向いていきたいんですけども、なかなかもう出れなくなってしまって、いや、皆さんが、ね、必要としていらっしゃるからということも本当にあると思う。いつもあのラーメン屋さんの前に行列で、ね、作って、日本人も外国人の人も含めて、はい、本当に、あのお店がそのリトル東京を盛り立てている重要な役割の一つだと本当に私は思います。いつも通って、ありがとうございます。で、まあ、ちょっと誤解のないように、まあ、ちょっと話させていただくと、まあ、その日本人以外のですね、方たちがやっぱり入ってくるのは、全然その町の活性化、あるいはそのはなんていうんですかね、成長発展という意味ではすごくいいことだと思うんですけども、うん、やっぱり、あとはまあその訪れてくる方もですね、ただその日本人町らしさっていうのは、そのどんなに町がその発展してっても残っていてほしいなという気持ちがありますね。はい、じゃあ次のテーマに参りましょうか。はい、はい、じゃあ次は何色にしましょう。ね、そうですね、オレンジ、この色の選び方で大体人となりが分かるそうですかオレンジで、はい、じゃあ次はオレンジで参りましょう。はい、はい、これはね、一般的にちょっと人となりを伺うには必須のテーマで、趣味は何ですか、ということです。そうですね、まあ、僕は浅く広く何でも興味を持ってしまうんで、はいはい、まあ、ゴルフにしても、まあ、その他のスポーツにしても、大体人並みにやることはやるんですが、はい、まあ、好きなのは、バイクというかモーターサイクルが好きで、似合いそうですねよく乗るんです、ね、ハーレーダビッドソンとか乗っていただきたいですね。まあ、そういう大きいのは好きなんですよね。ただその趣味としてはどうかなって思う時があるんですよ。っていうのはその、まあ、バイクに乗ること自体は僕好きなんですが、はい、なんか目的地というか目的が欲しいんですね、いつも。おー、例えというのはそのハイキングとピクニックがあったとしたら、はい、僕は断然ピクニック派なんですね。おー、なるほど。ピクニックっていうのはもう歩くことが目的じゃないですか。あ、ハイキングですね。あ、ごめんなさい、ハイキング、ね、ハイキング、ハイキング歩くとこで、でピクニックっていうのはもう歩いていった先でご飯食べて、お弁当を食べるそれがないとちょっと楽しめないというか、はいはいはい、ただバイクでも例えばその、まあ、目的は何でもいいんですけど、うん、どっか遠方で美味しいお蕎麦屋さんがあると聞いたら、何時間あるいは何日間かけてもそこに乗っていってですね、一杯のお蕎麦を食べて、帰ってくると、その道中が、そういう目的があってですね、その道中がまた一層楽しくなるというか。最近ですね、いい趣味を見つけました。まだ始めてないんですけど、あ、いいじゃないですか。まあ、ある方から誘っていただいたというか、はい、まあ、僕から言うとその導いていただいたという言い方の方がいいかもしれないですけども、空を飛ぶバイクがあるんですよ。何ですかそれ。まあ、正確に言うとそのトライクという乗り物なんですけども、その、まあ、三輪のモーターサイクルみたいなのに、はい、プロペラとパラグライダー、グライダーですか、の羽みたいなのがついてて、まあ、滑走路というかその平地から走って、そのままその空を飛んでいく。で、まあ、ある程度の高度と距離も飛べるので、でそれもうそれを見た時にこれだと思ったんですよ。でっていうのは
それだったらまあ、仮にお蕎麦屋さんがなくてもその空をもう飛び回ること自体が楽しめるんじゃないか。ああ、別に目的、そうです、目的地がなくても宇宙まで行くぞとかなくても、なくてももうその空を飛べるということ自体が飛び回れるということ自体が目的っていうか楽しみに思えるんです、思えたんですね。怖くないですか？怖いです本当に怖いですけど、でもまあちょっとチャレンジしてみたいなと思って、まだ始めてはいないんですが、いろいろ準備しなければいけないこともあるらしいの で、 そ、 うです、ね、その方紹介してくださった誘っていただいた方の、アドバイスを受けながら今着々とちょっと準備を進めている。いつ頃始められる予定ですか？お忙しいんでしょうから、なかなかね時間は。もちろんその、その機種ももちろん買わなければいけないですし、その前に勉強してそのトレーニングも受けて、それでそのやはり大きいものだと免許というかライセンスも必要なので、バイクの普通のバイクの免許とは別に、別にですね、空を飛ぶバイクの免許。そうですね。小山さん、私分かんないのは、空でもブンブンってやってるんですか？ですね、そのトラックという乗り物はですね、ハンドルっていうのは基本的についてなくて、そのグライダーの羽があるじゃないですか、それでそれをこういう支柱がついてて、なんていうんですかね、体重移動というか形で乗る乗り物らしいんですね。なるほど。なのでそういう意味では、もう本当に自分が直接、そのセスナとかヘリコプターとかまた違ってですね、本当にもう自分が空を飛んでるような、本当にバイクで空を飛んでるという感じですよね、いうような感覚なんじゃないかなと。面白そうですね、いやぜひ飛んでる小山さん見てみたいですねそうですねいやぜひ頑張ってください。ありがとうございます。その時にはまた撮影お願いします。ありがとうございます。撮らせてください。はい、じゃあ続いてまいりましょうか。はい、何色に参りましょう。そうですね、今暖色系から選んでいただいて、ね、温かい、ね、心の持ち主だなという小山さんの性格が、空にちなんでブルーを。いいですね、はい、ブルーで参りましょう。